親指の裏に転がしたらこういう風に前、こんにちは、いつも、YouTube のご視聴ありがとうございます。 RWS トリブジック代表の森影です。今回はですね、ちょっとオープニング別撮りになってしまうんですけども、今回は、相手が後ろにいて、なかなか前を向けないっていうお子さん多いと思うんですけども、相手が後ろにいる状態でもこれさえ合えれば相手が後ろにいても簡単に前を向けるっていう、ドリブルのテクニックのをお伝えします。で、これ一見ちょっと難しいように見えるんですけど、かなりシンプルです。で、これすごく試合で使えるんで、ぜひ皆さんもチャレンジしてほしいなというふうに思います。それではね、まずオープニングの方流れてきますんで、オープニングじゃねえや、それではね、実際の僕のお手本と解説の方が流れますんで、ぜひそちらの方ご覧いただけると思います。今回はですね、埼玉県浦和美園校の、トレーニングの一部指示の方になります。それではぜひご覧ください。レッツゴー。いきますよ。チョンチョンチョンタで、ドリブルしてったら転がしてもらえるから、うわ苦手、ゆうききます。こっから見てよ、親指の裏で転がしたらこういう風に前行こう、こういう風に前行こう。これめっちゃ使える。で、そしたらアイルがいるから転がしてスピードつける。で、転がすときにちょっと左側に転がす。足ついたらまたぐり、こっからダブルスタートで相手をボールを親指の裏でキャッチ。そしたら自分の体前にジャンプして、右足から地面につけて左足を前にジャンプ。わかる？こういう感じ。こっからこういう風に前に、わかる？そう、太一うまい。そう、そういう、そんな感じ。これは難しい方はやってください。 OK ですか？はい。ご視聴ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回ね、スローもあって多分結構わかりやすいと思うんですけども、これ夏休みとか、一人でも全然カラーコーンさえあれば、一人でもできる自主練の方になってますんでね、ぜひ皆さんもチャレンジしてほしいなというふうに思います。で、やっぱドリブル塾っていうのは、今回はね、ボール一人っ子を使ったトレーニングの方になるんですけども、実際は例えばトラップが苦手な、お子様が多いスクールとかあったら、パスを受けてからトラップをしてからのドリブル練習とか、浮き球だったり、ゴロの速いパスだったりっていうのもやらせてもらってます。もしくはパスね、ドリブルからのパスっていうのもやらせてもらってるんで、まあ、いろんなね、技術を学べるのが、この RWS トゥルブックだというふうに思ってますんで、まあ、今全国各地で、スクールの方をやらせてもらってて、概要欄の方に、スクールの、詳細の方もね載ってますんで、無料体験の方ね一回できますんで、ぜひ皆さんお気軽に無料体験の方お待ちしてます。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。